ゆきさん一人っ子。私一人っ子ですね。残念、僕も一人っ子なんです。あら。じゃあこれ無理ですよね。あ、でもほら理想を語れるんじゃないですか、ね、現実じゃないやつだ。そう、現実じゃない、逆知らないからこそのね、妄想、想像とか。ある。え、私でも。そもそもお兄ちゃん、弟、お姉ちゃん、妹。え、どれです。どれにしますか。どれか。どれか1個、じゃあいいよ別に2個でも3個でも、2個でもいい、うん、2個でもいいんだったらお姉ちゃん、うん、お兄ちゃんがいい。はぁ、末っ子気質。下に人とか来たらちょっと私寂しくて耐えられない。自分より下がいるのは困ると。困りますね。あ、そう。それぞれにどういう接し方をしたい。あ、そうですね。でも、基本やっぱ末っ子なんで甘やかしてほしいです、うん。じゃあ、年離れてる方がいいの？のがいいですね。あー、そう。わかんないです。そんな、全然勝手な妄想ですけど、うん、どっちもなんか美男美女みたいな設定ですけど、私の中だと。あ、それできれば美男美女の方がいいでしょ。いいですよね。でも、兄弟が美男美女だった場合、うん、自分の劣等感は半端ないかもしれないですよね。親からのこの比較対象があるからな。ですよね。お兄ちゃんは、チラッみたいな。チラッみたいな。お、つらい、つらい。お姉ちゃんはね、チラッ。チラッ。ってこう。嫌だな。嫌だ。確かに。僕は、逆ですね。ほう。僕は、弟か妹が。ほう、できれば妹が。できれば妹が。妹がいいですね。いいんですか？妹と何をどうするつもりなんですか？何をどうする？何、普通の兄弟だから何もどうもしませんよ。別に私も何もどうも。何言ってるんですか、あなた。全く。いや、僕はね、もう、昔から言ってはばからないんですけど、こう自分の金を使ってですね、ドレスアップさせたいんですよ。ほわー！だから、できれば妹よりも娘希望なんですけど。まあまあ、妹でもいいやっていうところですよね。まあ親戚でもいいってことですよね。そうそう。で、そういう話をしてたら、うん、娘とか妹は中村さんのアバターじゃないっすっていうやつがいたんだけど。あー、なんかすごいツルッとしてそんな印象ですね。そういうやつがいたんだけど。そう、あー、確かにアバターを作る感覚に近いんだなと思って。あ、じゃあそれこそやっぱちっちゃい。妹の方がいいですか？ちっちゃくなくていいよ。でもなんか着せ替えの言うことを聞くのって結構ちっちゃいじゃないですか。着せ替えの言うことを聞くの。ゆうさん、俺を追いやろうとしてるよね。別にそういう。社会的に潰そうとしてるよね。そんなことは。違う？そんなことはない。いや、兄弟っていいですよね。うん。